ウサグッのネクスト大阪はい、ウサグッこと有志 o 山口です第一回はオンライン授業のゴタゴタから始まるネクスト大阪をお送りいたしますまずことの発端なんですけれども2021年4月19日記者会見でですね松井市長が市教委と 何の連絡もせずにですね、また何の権限も実はないんですけれども、緊急事態宣言が発令された場合、大阪市立の小学校と中学校を原則オンライン授業に切り替えるという意向を示しました。そんなことから始まります。マスコミはですね、実はこの情報を裏付けを取らないまま一斉に流したんですよね。それで、寝、ね、耳みみに水の学校現場は 混乱と不安に陥りましたその3日後です4月の22日大阪市教育委員会が小中学校に通知した方針は何とも奇妙なものまず小学校は1時間目2時間目までをオンラインやプリントで自宅学習を行う3時間目はないんですよね 登校後4時間目、つまり3時間目に学校に来いということだと思うんですけれども、3時間目のみ教室で指導、そして給食を食べた後帰宅。で、また中学校とか続くわけですけれども、まあ、大阪府内のですね、他の小中学校はですね、通常通り授業を行うことが通知されているのになぜか、 大阪市の小中学校だけが通常授業できないってことになったわけです不思議なのはなぜここで大阪市教育委員会がですね命令権限のない松井市長の思いつきのオンライン授業を追従する形で大阪府とは異なる方針を発表したのかということですよね私みたいな素人目に見ても午前中1時間目に,2時間目にオンラインとか プリントペーパーやった後ですね、3時間目の間にこう投稿して、4時間目だけ授業を受けて、給食食べたら帰る。そんなバカな、そんなバカな学校の生き方あるんかい。というのは感じましたよね。多くの方が感じたんではないかと思います。そして4月25日、緊急事態宣言が発出されました。翌26日から この奇妙な方針を実行することを求められたのが大阪市の小中学校。当然大混乱。一部ですが生の声を紹介します。ある中学生はですね、緊急事態やのに給食を食べる意味分かれへんわ。これ不正解食ちゃうの。去年の分散登校でいいんじゃないかと思うんだけど、保護者からは オンラインも通信テストもして以来全く進んでませんよ全然進んでません。とかオンラインっていうけど1回だけであとはずっとペーパーでしたプリントでしたという話もあります。保護者子供でさえ中途半端なことをしてるなーって分かってんのに上の人たちはなんでそれが分かれへんの 大阪市だけこのスタイル、この大阪モデルみたいな大阪スタイル他の自治体からバカにされてることを気づけへんの大阪人はねアホやなって言われたらねなんかあれなんですけどねバカにされてるとかねバカちゃうのとか言われるとものすごい腹立つんですよねはい小学校4年生男子の保護者ですオンラインテストではログインすら全然できない子はたくさんいたように思います そしてすぐにログインできるような子は時間を持て余し、ログインできない子は苦戦しているのか諦めモードなのか、とても授業が成り立つには程遠い感じでした。そして教員から、3時間目から登校して給食を食べて、5時間目までの3時間授業です。国語や算数などの授業をしていても、時数計算、授業のカウントのことを言います。時数計算は、 すべて特別活動の時数で計算せよ。とわけのわからん指導が教育委員会から出されていました。うちでタブレット型のコンピューターを配布されたのは今年の4月で子どもたちはほとんど触れることなく緊急事態に入ってしまいました。低学年,低学年の子どもは ID とパスワードの入力だけでたくさんの時間がかかりもう操作どころではありませんでした。 Teams を使ってるんですかね。えー、っと、マイクロソフトの Teams の接続テスト。ネット環境がない生徒への対応。予備の接続テストなどに追われて、教育に充てる時間は全くないと。学校がお客様サポートセンターみたいになってしまって、明,明らかに教員の業務の枠をもう超えていると。もちろん、去年から準備はしていたんだけれども、それでもこんな状況ですと。つまり、大阪市の小中学校では、 ハード面でもソフト面でもオンライン授業の基盤は全く整ってないという感じだったんだけれどもその実施が求められたということです小中学校の中には子供の現状や保護者の希望から子供の登校を朝から受け入れてほしいそしてそれを実現するというような小学校中学校も出てきましたまあ全然準備できてないのにオンライン授業を始めさせたわけですよ誰か知らんけどね でそのトライアンドエラー以前の話であった状態なのにその市長の思いつきで命令恒例それを市教委が現場の対応を丸投げみたいな感じでスタートしたという感じがしますそれらを受けてですね5月11日に、えー、大阪市教育委員会ではですね事務局の報告に40分の質疑が行われその,でその中で委員会から4月中 教育委員会議が開かかれなかったため大阪市の方針オンライン授業や給食ですねをテレビニュースで初めて知った委員ですよ委員がとのことまた会議で文科省の見解ではオンライン授業は授業時数としてカウントできないという驚愕の事実も発覚します まあ全く出まかせな松井市長の話をですね形にした市教委はオンライン事業は事業実質としてカウントできないことを知っていたと思うんですよね本当はね教育委員会はしかし形だけのオンライン事業を止めることもできなかったとまあ実際はですね松井市長は怖くてしなかったのではないかなとも思います 実は5月13日、その2日後の会見で記者からの質問に何のためのオンライン授業にしてきたのか。授業時数をカウントされないのはおかしい。今日にでも萩生田文科省に電話すると回答しましたが、まあ無理やわね、そんな。要するにね、知らんかったんですよ、松井市長は。このオンライン授業が 事業時数にカウントされないっていうこと。で、ここへ来てですね、普通だったら、普通の神経だったらですね、松井市長は、大阪市教育委員会に相談もせずに悪かったとかですね、市教委の方も再度松井市長に確認事項として正せばよかったというごくごく初動でのミスを、まあ、説明するなり、解説するなりして、まあ、 えー、謝罪すするといううのは筋なんだと思うんだ思ですよそしてまさかのオンライン事業が全く事業実にカウントされないという事実について本当に混乱させて申し訳なかったと、えー、釈明謝罪するのが筋だというものだと思うんですよね。ところがですよ全然そんなことは何もなかった。そして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 ですよその最中に大阪市立 木川南小学校の校長がですね松井市長に提言を出したことが分かりました大阪の学校現場で長年携わってこられた方ならではの視点から「やむにやまれず書かれた」というような内容が伝わってきます翌18日共同通信にこのニュースが取り上げられヤフーニュースでも掲載され多く,の多くの方が知ることになりました 原文は、えー、ホームページの上に、えー、アップしておきます。で、まあ原文を読んでいただいたらわかるんですけれども、普通に読む限りですね、現場が混乱してるよという声を、えー、一校長先生がですね市長に伝えているような内容です。市長及よび市教育委員が真摯に受け止めるべき内容だと思われました。しかし松井市長は違ったわけです。まず 5月19日大阪市教育委員会はこの校長先生を呼び出してですね事情聴取を行うんですよその次の日に5月20日ですね大阪市大阪市議会の教育子ども委員会で大阪維新の会杉村幸太郎委員がですねこの件について質問したんですで事務局は事実関係の調査中であると断りながらも この校長先生がですね大阪市職員基本条例第4条地方公務員法33条を持ち出して一般論として懲戒処分の可能性もあると示唆したわけですよここまでのいきさつをまあ考えてですね、まあ、大阪市長大阪市長のその、まあ、松井市長がですね雨がっぱにも通じる一連のオンライン事業の思いつき それをマスコミが裏付けも取らずに配信。市教委がそれを追従するということですから、松井市長、それから大阪市教育委員会、そして何よりマスコミに原因があるのではないかと思うんですけれども、それをですね、大阪市会の教育子ども委員会でですね、市議が懲戒処分の可能性について質問するっていう、 そんなバカなことが起こってるわけですしかもこの状態をですねまあ半分共犯みたいな在犯マスコミが流せないこのニュースを最初に流したのは共同通信社ですよそれからなんとトースポですよ在犯マスコミはもうなかなか取り上げられないという状況が続いたわけですで 提言した校長に処分会とそれは絶対許せないという声が次第に広がり大きくなっていき同校長とともに教育を担われた方々からですね、えー、携帯ショートメールによる提言賛同なんていうことも始まりましたでね考えてほしいんですけどこの件市長の方針をバックアップするのは行政の役目ですですが その方針が間違っていても、今、大阪市では残念なくらい正されることなく実行されていくんです。また、松井市長はですね、先にマスコミで流すことで、情報としての既成事実を作ってしまい、それに反対すると、を既得権益を破壊するような反逆者やな、お前。みたいな扱いをする。ということがもう日常化しているわけです。そういう意味で、 マスコミ、特に在反マスコミは共犯者となっている側面があり、また、マスコミのコントロールを、えー、維新の、えー、市長、知事はですね、割と得意としてるわけなんですよね。で、5月20日の記者会見で、松井市長は、自らの教育観を述べ、提言した校長については、社会人として外に出たことあるんか、ルールに従えんなら、 組織を出るべきやととと思うと公然と批,判と批判しました本来であればですね松井市長が大阪市内の小中学校でオンライン授業をさせようという意思があったのであればまず大阪市教育委員会と早急にですね臨時総合教育会議っていうのを開かなくちゃいけないんですよ。それを開催を要請してですねでそのための 条件整備のために臨時予算を組みますよ。なので、市教委の皆さん、ちょっと支給相談させてください。というのが本来なんですよ。ところがですね。もう全くそういうことはしないし、まあ、そもそも、えー、いきなり発表してみんな驚くっていうような状況なわけです。5月21日朝日新聞長官はこの件を大きく取り上げました。 また提言全文も掲載しています。全国から同校長の提言に賛同し支援の声が集まっています。まあようやくといった感じなんですけれどもね。でその、えー、21日朝日新聞を受けてなんでしょうか？萩生田文科大臣もですね、えー、21日の閣議後の会見でですねこの件について聞かれて。 まあ校長先生から不具合があったという報告があれば耳を傾けて改善したらどうかと大阪市,なが市側に促すこととなりました。このね萩生田文科大臣のコメントは至ごくまっとうでまあ正しいもんだったんですけれどもそもそもですね、えー、首長主導の首長主導の教育改革ができるように総合教育会議 設置をしたりですね首長が任命する新教育長を教育委員会の責任者とするような諸改革をしてきたのは文科省そのももののののななんんでですすよね自公政権そのものなんですでその仕組みを作ったことを棚に上げてですねこの仕組みの一番の欠点はまあその首長、まあ、今回で言えば松井市長みたいな方が教育のことを知らんのにあの暴走した時にえー 止める仕組みがなないいととうことなんですねそういうのを作っておきながら松井市長に苦言を呈するというのもまあ肩張りたい話かなというふうには思います。はい、で大阪ではですねこの校長の提言に対して非常に賛同の声が上がっていてですね「氣、えー、川南小学校校長支持します」という、えー、ツイッターはですねもう2万件を超えています。 さて、これはです、ね、今今日お話ししたお話はですねフィクションででももなければ、多の石ありません。今2021年4月5月にこのコロナの時にですね実際に大阪維新の会の松井市長が思いつきで発言したオンライン事業を裏付けも取らずに流したマスコミそしてそれを追従した 大阪市教育委員会が巻き起こした現実なわけです大阪市長を頂点とするピラミッドの上位下達組織がミスを知りつつ拡大していった結果が素人目にも分かる大混乱を巻き起こしたわけですそこに立ち向かったですね今回の校長の提言はですね一教育委員会の話でありながらも非常に本質的な意味を持ちます ここのの事実は実はははオンンライン授業のことだけではありません都構想から始まり大阪市の権限を奪う広域事件化インバウンドが来ないかもしれないという中での IR 家事の万博生野区に代表される公立小中学校の統廃合大阪一立高校の大阪府への無償移管大学1年生2年生しか使えない 大大阪公立大学森宮キャンパスそんなようなことがですねバンバン進んでいるわけですよそして皆さんの記憶に新しい「雨ガッパ、イソジン」「大阪ワクチン」などはもうその最たる例でありこれらの多くは思いつきから裏付けがない甘い大阪市の事業となっています大阪府議会大阪市議会は維新公明で過半数を確保しており 大大大阪阪阪府府知事、市市長にに対するる用はは全く見込めめません今、大阪府市を守るためには私たち大阪府市民の声が不可欠なのではないでしょうか、まあ、そういうこともありましてですね今回第1回目としてこのオンライン授業にまつわる話を記事としてここに記録しておくものであります。 じゃあ今日はここまでザグッチのネクスト大阪